はい、どうぞ。はい、4月じゃないですね。すいません。5月の4日木曜日、卵回収です。夕方です。行きます。西日が眩しい。ちらし寿司の歌ですか？いやいやいや、サンドイッチマンの歌ではある。さて、こっちかな。卵があったみたいです。あったー。はい、踊るオスダチョウとその前に1個卵。よいしょ。はい、ありがとう。はい、34番ですね。泣いてるね。はい、踊るオスダチョウとご飯に夢中のメスダチョウ。うん、羽が綺麗。五光が差しているというか美しい。はい、行きますかね。暑いね。口開けてるね、みんな。はい。そうね。多分ないと思う。ああ。おお。じゃあ向こう側、あ、あったー。コロコロ？あ、そうだね。はい。あ。行っちゃった。キャンちゃんがさっきここに座ってたので、多分。今しがた産んだやつでしょう。あ。いけなかった。うん。そこから入りましょう。はい。はいはい。ちょっと汚れてるけど。卵。はい。キャンちゃんの卵です。ね。うんうん。2個取らなかったりしな。ああ。どうだろう。向こうに隠れてないかな。すごいべっとりしてる。かわいい。うん。いやー、産めないから。すごい楽しそうに砂浴びしてました。パサパサパサってなんか嬉しそうだよね。さて、あったけど遠いですね、卵が。そう。取られないように遠くに。え、あ、猫。あら。綺麗な。そうっぽいね。で、ビーズかもね。いや、ちょっと柄が濃い気がするけど。あら。ここにいた。涼しいのかな。前が遠いな。遠いな。遠いね、これ。どうしたの？目潰れたか？どうしたの？あら。大丈夫？誰に潰されるんだよね。なんかわかる。あれ瞬膜かな。瞬膜がうまくしまえなくなっちゃったのかな。そういう病気。ちょっと白目になってしまってます。目は開くみたいだ。うん。はい、こっち。おいで。こっちへおいで。今回はでも結構遠いね。行けるかな。あ。うん、開けて。はいはい、OK です。閉めないよ。はい。水たまりあるから。いいですね。はい、いい卵。うん。今のところ今日は卵が3つですね。3つで終わりかな。そうか、大丈夫か。よし。こっちに新聞って書いとけば。うん。ここにはわかる。わかる。はい。なんならさ。うん。何も書かなくても。さすがにそれはわかんないと思うな。あとは。なんかゲームならいいけど。そうね。ね、間違えちゃうとね。はい、行きましょう。溶き卵の動画はまだ出ていませんが、あ、もう出てるかもね。出てない。いやでもこの動画が出る頃にどうなんだろう。まだ出てないか。はい。お願いします。じゃあね。今日は3つですね。時間的には2時ぐらいだけれど、今日は暑かった。ああ、に終わるとちょっと落ち着くのかな。雨が降る。あ、なるほど。雨が降るとちょっと下がっちゃう。ゴールデンウィークにでもお客さんいっぱい来そうでよかったです。いっぱい買ってもらえるからね。はい、では5月4日の夕方の卵取りの動画でした。バイバーイ。